怒りをあげよう。海賊空母 SX の船出だ。この世のすべての場所へといざ勇敢。いいですよね海賊って。指揮官？別に酔っ払ったわけではありませんよ。仕事の休憩にこれを2、3缶開けてしまって、う、頭が痛いです。なんだか私昨日とんでもないことをしたような気がしまして。指揮官何か知りませんか？レモンの酸味が効いていい気分です。これはエンタープライズ先輩に、あ、やっぱりなしです。終わりが見えない事務作業、これこそ指揮官が普段挑んでいる戦い。エセックス完全に侮っていました。見たか、空母 SX、 ついに最高の宝を手にした。これで先輩たちを超えて、シャングリラ、ちょっと待ってください。謝りますから。指揮官 SX の船に乗らない？あれ、指揮官が乗ったら船長は指揮官ですよね。そしたら SX は一体？ちょっと指揮官、新しい任務、つまり新しい事務作業が発生することを意味しますね。任務報酬、これならエセックス苦にならずに作業できます。新しいメールですか？どこに置いたっけ？指揮官おかえりなさーい。指揮官って大変ですよね。もし私がこんなのを毎日やるくらいなら海賊になった方がマシですよ。なんて冗談ですよ。指揮官の負担を減らすためにも私いくらでも我慢できますから。シャングリラ、お願いだからそれを下ろして。一択組が戻ってきたのを知らせてくれるためですか？白鷺のテンペスタ、違いました。事務仕事よりやはり戦闘の方がいいですね。敗北で増えた書類作業のことを考えるだけで。お疲れ様です、閣下。次の作戦に関しての資料ですね。こちらにまとめておきましたので、目を通しておいてください。閣下が自分のやりたいことに注力できるよう、全力で補佐させていただきますから。閣下、今日は少々肌寒いので、上着を出しておきました。大丈夫だと思っていても、もしかしたらなんてこともあるかもしれませんから、気をつけてくださいね。戦績の確認から燃料弾薬の発注、
次の海域の情報整理。あ、すみません。できるだけ閣下の力になりたいので、つい残業を。公私混同ですか？感染として普通に書類作業をこなしてお給料をもらう生活にも興味がありますけど、今はこうして閣下のおそばでそのお仕事を補佐させていただくことが一番楽しいですね。ガラティアから教えられた心理テスト、なんだか流行ってるみたいですね。その人の恋愛力がわかるんですって。閣下、私と一緒にやってみませんか？お出かけですか？ええ、車の運転から量産管の制御、何でもお任せください。サセックス、あなたももう少し閣下のお役に立てるように勉強した方がいいかもよ。はい、秘書検定の参考書、時間があったら読んでおいて。そんなに急がなくとも逃げたりしませんから。閣下の業務が終わるまで私もちゃんとお待ちしてます。そろそろ着替えて。閣下、もう少しだけ付き合った方がいいですか？お帰りなさい、閣下。少しご相談が。閣下の休憩時間の確保についてといったところですね。